可可能を可能をにできるか大谷翔平の打棒にかつてないほどの注目が集まっている現地時間9月28日ナショナルリーグ西地区優勝を飾ったドジャースは同地区最下位のロッキーズと対戦1番 DH で先発した大谷は5打数2安打1盗塁と活躍しチームの13対2の勝利に貢献した動画米メディアも興味津々 大谷翔平マミコ夫人デコピンの3ショットこの試合を終えた時点での大谷の年間成績は、打率点310、54本塁打、130打点、58盗塁。すでに本塁打と打点ではリーグタイトルを決定的としている異彩は、残す1試合で打率トップのルイス・アラエス、パドレスを逆転すれば、12年ぶりの三冠王となる。ただ、逆転の条件はシビアだ。 28日の試合で左親指人体帯損傷の影響を考慮してスタメンを外れたアライスは打率314をキープ。632打数196安打の打率点310で2位につける大谷は4輪差を追っている状況だが、仮に最終戦で3打数3安打を打っても3133と首位打者にはなれない。もっとも可能性が全くないわけではない。 すでにパドレスのマイク・シュルト監督が最優先でのアラエス出場を明言。仮に先発出場となると以下の条件で大谷が打率トップに立つ。アラエス4打数0安打、大谷4打数3安打もしくは5打数3安打アラエス4打数1安打、大谷4打数4安打もしくは5打数4安打アラエス4打数2安打、大谷4打数4安打もしくは5打数4安打アラエス5打数1安打。 大谷5打数4アンダーラ S5 打数0アンダー、大谷5打数3アンダーもしくは4打数3アンダーラ S 次第ではあるが、最低条件として4アンダーが求められる厳しい状況だ。故に現地でも三冠王に対しては諦めムードもある。米紙、ロスエンジェルスタイムズのジャック・ハリス記者は、アラエスに追いつく可能性はゼロではないが、それは簡単ではないと断じている。文字通り1打席。 いや一級が重要となる中で集中力を高める大谷が偉業を成し遂げるかに注目だ。